はい、彦根城西の丸の、30矢倉に続く、車のところですね、上り石垣が入っているところで、ここも大きな、遺構になってますね。大堀切と、そこからの、撮影も兼ねて撮影させていただきます。これが西の丸の外から見たですね、山麓から見ても目立つ、これ現存なんですよね、三重櫓およびその続いている櫓ということになりますね。まあ、かなりこう遺構らしい昔の石垣というような感じのものが残っていて、ここに一つ大きな車がありですね、紅葉の時なんかこの辺最高なんですけど、まあ、上り石垣がさっき反対の上り石垣から見てたと思うんですけど、それが両側にあるんですよね。ちょっとねここ映せないかな、ちょっと無理かもしれないんですけど、反対の方から見れますかね。ここに車がね一つあって、説明板がありますが、あ、車って言ってもねちょっと小さめのものなんですが、さっき見てた山崎クラの方が全然大きいですよね。大堀切とデクルワ、クルワが曲がりじゃない方になってますけど意味は同じです。西の丸三十矢倉の外には裏手から敵の侵入を阻止するため尾根を断ち切るように大堀切が守られていると。大堀切にかかる橋が馬だし、大きな、まあ、ここがつまり、戦闘の要であったと。石工集団によってあの州が築いたと。さすがですね。なるほど、あの州の石垣ですよ。さすがにちょっと重厚感があるなってさっきから見てて、これ井戸ですかね。ちょっと建物等はないんですが、周りの雰囲気、それと上り石垣の部分ですよね、残念ながらここは立ち入り禁止なんで上から覗くだけになります。さっき言った橋がここに見えるんですが、大堀切ですね。で両方に上り石垣、右側の上り石垣はですね、下から行かないとちょっと見えないんですよね。見えないというか見づらいんですよ。ここが上り石垣のてっぺんですね。さっき下から見て青い空が見えたのはここですね。ここに上り石垣が来ている。これが大堀切ですね。でこれが三重櫓と。これも大堀切と。ですからあそこのとこへ立たないと下は見れないんで、ちょっとここそれはできないんで、すいませんという感じになります。大堀切とデクルワ、あの州が手掛けた石垣ということは魅力的なものだと思いますね。ちょっと向こうから上り石垣が入り口のところだけがちょっとだけ見えますけどね。はい、以上です。